はい、では行きましょう。中点の座標の求め方ですね。今回はですね、問題にあるように中点の座標を求めてくださいっていうことを勉強していきます。いや、そもそも中点ってなんやねんっていうところからですよね。中点っていうのはど真ん中の点です。こういうふうに点 A と B があったとしますと。で、この2点 AB の中点っていうのはこの AB のど真ん中の点なんですね。ど真ん中の点、つまりここのことです。こことここの長さが等しい、ここど真ん中の点、これを中点って言うんですね。まずこの中点とは何ぞやっていうのをしっかり押さえておきましょう、ね、こことここの中点って言われたら、これのど真ん中のここのことなんですね。長さが同じと。ここまで OK でしょうか。で、メインテーマです。じゃあそんな中点の座標ってどうやって求めることができるんだよと。それはX 座標同士、Y 座標同士、それぞれの平均を取ろうと、足して2で割ろうということです。これもね、もう具体的に見た方が分かりやすいと思うので、早速見ていきましょう。点 P の座標が、X 座標、Y 座標。点 P が1、2っていうことは、X 座標が1で Y 座標が2ですね。よいしょ。まあ、こんな感じです。そして、点 Q、Y 座標、X 座標が5、Y 座標が6なんで、まあ、2、3、4、5、ちゃんとメモリ取りましょうか。3、4、5、6。この辺に取ろうと、ね、ここが P でここが Q です。ここが1、2、そして6、5と、 X 座標が5、Y 座標が6ですね。この PQ の中点の座標を求めたいときに、まあ、この辺ですね。だいたい距離が等しいと、どうしたらいいかっていうと、まず X 座標だけに注目してくださいと。 X 座標はこの点 P は1で点 Q は5ですよね。中点はど真ん中の点なんで、この1と5の平均なんですね。ど真ん中っていうことは足して2で割るっていうことです。つまり、X 座標は1たす5。これを2で割ると。まあ2分のでももちろんいいです。6割る2、3なんですね。この3っていうここが中点の X 座標になるよと。同様に Y 座標もですね、点 P の Y 座標は2、点 Q の Y 座標は6やと。ね、足して2で割ろうと。それが中点です。ど真ん中っていうことは、ど真ん中っていうことは平均なんですね。足して2で割ればいいと。だから、P の Y 座標と Q の Y 座標を足して、それを2で割る。まあ、もちろん2分のでもいいです。そして8割る2で4。ね。この4っていうところが、これが中点の Y 座標になるんですね。以上より、この中点 R の座標っていうのは X 座標が3で Y 座標が4だったよ。これが中点の座標の求め方なんです。まとめると結局 X 座標に注目して足して2で割る。1たす5は6、6割る2は3。だからここ3なんですね。 Y 座標2たす6、8、8割る2にする。そしたら4になると。これが Y 座標の中点と、ね、中点の座標っていうのは X 座標同士、 Y 座標同士、それぞれの平均を取る。平均を取るっていうことは足して2で割るんだよっていうことです。ここまで OK でしょうか。以上を踏まえればですね、今回の問題は容易いかと思います。右の図で次の座標を求めようと。括弧1、点 A と点 B の中点の座標ですね。こことここですね。これを結んだ中点なんで、まあこの辺だなと。そしてそれはどうやるかっていうと、もはやもう計算だけでもできますよね。わざわざ書かなくてもいいです。ただ A の座標、 B の座標をしっかり読み取っておく必要があるんで、 A の座標の読み取りからいきましょう。 A の X 座標は1、2マスなんで2ですね。 Y 座標は上に1マスなんで1です。2、1ですね。同様に点 B はですね、1、2、3、4、5、6、 X 座標6です。 Y 座標は1、2、3、3ですね。6、3です。これで、それぞれの座標が分かった。じゃあ、中点の X 座標どうしたらいいかっていうと、X 座標同士を足して2で割ると。まあ、先、割るに使ったんで、今度は2分のでいきます。2分の2たす6。こういう風にして、あとは計算すれば4で出る。Y 座標も同様ですね。2分の Y 座標同士足すと。ね。Y 座標同士を足して2で割るっていうことです。で、計算すれば2となる。よって、中点は4コンマ2なんですね。まあ実際、中点を取ってみると、ね、線結んで、ど真ん中の点を取ると、まあ確かに4コンマ2ぐらいやなと。ただこの図に頼るんじゃなくてね、もはやこれは計算に出せるようになっておきたいところです。カッコ3も、あ、ごめんなさい、カッコ2も同様ですね。点 C、点 D のね、中点の座標って言われてるんやから、点 C のまず座標を求めようと。X 座標は1、2、3、Y 座標は1、2、3、4、5、6、6ですね。3コンマ6やと。点 D の座標は、マイナス1、マイナス2、マイナス3。
x 座標マイナス3です。y 座標はマイナス1、マイナス2、マイナス2ですね。だから中点の x 座標はどうなるかっていうと、x 座標同士を足して2で割る。つまり 3-3 を2で割る。3-3 は0なんで、2分の0は0ですね。OK でしょうか。次、y 座標はですね、6-2 ですね。まあもちろんこれ6足すマイナス2って考えてもいいですよ。もう慣れてる人は 6-2 ってそのままいくかと思います。ね。6-2。それを2で割ってね、足して2で割って、4÷2 で2になりますと。よって0,2ですね。まあ実際結んで見ればわかると思いますけれども、中点は確かに0,2っぽいところにありますよね。はい、ということで今回中点の座標の求め方について勉強しましたね。中点とは何ぞや、そしてその座標はどうやって求めるんや、この2点ね、とても大事なところなんで、自分でもノーヒントでできるように類題見つけてしっかり練習しておきましょう。